ちょっと映ってない。もう食べちゃったの？早っ。えぇ、もう食べちゃったの？頭が切れてる今度。ねえ待って、むずい。こんなもん？いいか、これで。いいか。こんにちは、大チャンネルです。なんかこっち？むずい。今日は5月22日月曜日なんですが、今日は何の日かというと、フライパパの誕生日です。フライパパが今日をお誕生日なので、まあ、こっそりお仕事行ってる間にお祝いの準備をしていきたいと思います。まあ、せっかくなので動画にしちゃおうかなと。お料理があんまり得意じゃないから、なんか簡単なもの作ってケーキも買っていきたいと思います。では行ってきます。はい、今帰ってきました。ちょっと思ったよりも遅くなってしまって、で近所のケーキ屋さんに帰りに寄ったんですけど、なんかホールのケーキ買いたかったんですけどなくて、でライパパがプリン好きだからプリンも絶対買おうと思ってたらプリンもなくて、ちょっと一旦ケーキは諦めて帰ってきました。なのでちょっと急遽簡単に作れるプリンをお家で作ってみたいと思います。もう一回本当はケーキ買いに行こうと思ったんですけど、もう時間が今もう5時ぐらいになっちゃうんですね。時間がなくなっちゃって、でそれでちょっと飾り付けもしたいなと思っていろいろ買ってきたので、ちょっと飾り付けの方とプリン作りとあと夕飯を頑張って作っていきたいと思います。何？おかえりじゃなくただいま。あ、リコちゃんだ。おいで、ほら。はい。え、あっちで食べんの？ここで食べてもらえなかった。布団の方に持ってかれちゃった。よし。ちょっと、ハサミで開けて。飾り付け。やったね。あ、意外とちゃんとしてる。草すごい3口くらいでいける。これ楽でいいや。これはいいぞ。いいんじゃない。おいしょ。コツがいりました。これはとっても。なに、かわいいちゃん、かわいい子ちゃん、ちょっと目がついてる。かわいいね。これってこのままいけんの？絶対に口で膨らませないでくださいって書いてある。それ先に言ってよね。口しかないんですけど。でも絶対にやらないでくださいって書いてあるから、皆さんは絶対にやらないでください。これこういうの入れればいいんじゃない。怖い、苦手なのよパンとかいうやつ。よいしょ。だってプリンも作んなきゃいけないのにさ、これさ、やばくない？時間。ラッチャ、一応気になりはするんですか？気になりはするよね。無理、これ口で膨らましちゃおう。じゃん、こんな感じで飾り付け終わり。なんかちょっと寂しいけど許してパパ、ごめんね。では次はちょっと休憩。はい、ちょっと飾り付けが終わったので、お腹が空いたのでパンを食べながらプリンの作り方を調べていきたいと思います。前にね、なんかね、卵ともうお家にあるもので作れる簡単プリンみたいなのを見つけたので、うん、あ、作れそう。牛乳あったっけ。牛乳、
おー、ラッキー。よかった。牛乳ありました、無事。もうライパパはすっごいプリンが大好きで、なんか一人でこんなのコンビニに売ってるドデカプリンを普通に1日で食べたりするので、なんか味よりも大きさらしいので、私が作っても大丈夫かなって。いけそう、作れそう。ちなみに今日のお夕飯はしゃぶしゃぶにすることにしたので、特になんかただ野菜とかちゃちゃちゃって切って終わりなので、まあ間に合いそうです。気楽に頑張ります。ただね、今日なんかさ、クリームを買おうか迷ってたけど、私が作るプリンよりも圧倒的にちゃんとケーキ屋さんのプリンが絶対に美味しいから、だからケーキ屋さんでプリンを絶対買おうと思ってたから、薬局とかスーパー行ったんですけど、生クリーム買ってなくて、でいちごがあるんですよ。だからなんかプリンにいちごを添えれば、なんかもうクリーム欲しかったけど、それなりに形にはなるかなと思って。パパごめんね、ごめんね。私の誕生日にはちゃんとケーキを買ってきてくれたのに、ごめんね。レイちゃん、お散歩行く？ちょっとパパの誕生日の準備でまだいろいろやることあるんですけど、レイちゃんがもうちょっとお散歩行きたくてやばって感じなので、お散歩行ってきます。お散歩来ました。チコ出ないでしょ、ライちゃん。車来た。待てよ。待てだよ。はい、よし。いい子だね。はい。今日はちょっと時間が遅くなってしまったので、山のドッグランではなく、ちょっと普通の道をお散歩してきました。もう折り返し地点でなんか芝生のところがあって遊ぼうかと思ったら、薬をまいたからしばらくちょっと立ち入り禁止とか言ってあって、泣く泣く戻ってきました。レイちゃん、なんか変な匂い嗅がない？でもいつもと違う道だから、ライも多分頭使って疲れたと思います。プリン作ってる間寝てくれることを祈ります。はい、ライの散歩から帰ってきました。30分40分くらいはね、お散歩行けてよかったね。なんか顔きたの、どうした？目目真っ赤。では本題のプリン作り頑張っていきたいと思います。すごい、電子レンジ最後にちょっとお鍋使うけど、それだけでできるみたいです。もう楽で最高。よし、じゃあ作ってきます。はい。これちょっとかな、どうでしょう。支度が完了しました。なんかプリンはちょっと蒸す時に火が強すぎてボコボコになっちゃったけど、まあ味もどうかわかんないけど、まあいいとしましょうって感じです。本当ね、お料理苦手なんですよね。はあ、とりあえずでももうプリン作りが終わったのでホッとしています。あとはお風呂洗いして、まあもうあと40分くらいしたら帰ってくるかなと思うので、パパを待っていきたいと思います。やばい、緊急事態。いつも7時半くらいに帰ってくるのにさ、7時前なのにパパ帰ってきちゃった。待って、おめでとうみたいな感じしようか。ちょっと大丈夫、まだ考えてないよ。ライまでドキドキしてる。おかえり、ハッピーバースデー。すげえ、ありがとうございます。いやいや、なんかそう7時半に帰ってくると思ったのにさ、まださ 7時前だからさ、ちょっと待ってて、ねえ、ライちゃん、かい、超ネクタイ、かい、よかったね、よかったね、ライ、はい、ただいま、よかったじゃ、ライち、ただいま、何お胸食べちゃねえかよ。夕飯しゃぶしゃぶにしようと思って、今野菜切ってたけどさ、コンロある？コンロあるよ。この前やったからあるかなと思って、うん、
なんかさ、これさ、カピカピになるんだけど肌。前回さ、やった時さ、めっちゃこうやって爪でさ、やんないと落ちなくてさ、ガシガシ、そう、あれで落ちるって書いてあったんだよね。メイク落としって落ちるって書いてあったんだけど、全然落ちなくて爪でゴリゴリやったんだよね。ってことで、またちょっとしゃぶしゃぶ用意できたら取ります。お肉持ってもらっていい？お肉、はい。こんな感じ。お肉はもう一個あります。しゃぶしゃぶ用意ができたので食べていこうと思います。お豆腐もライパパ豆腐大好きなので。豆腐大好き。野菜どさどさ入れちゃおうか。食べきれるかな。美味しそう。あのね、言っていい？なんかさ、出汁がもう最後だったの。うん。入れたら、うん、これ持ちづらくて3分の1くらいこぼした。バランス悪いよね、それ。これしかも、あのね、バランス悪いの知ってて、それで気をつけようと思って、ふって思ったらブイン。どこでこぼした？台所。あ、じゃあせい。ええー、感じやで。いただきます。はい、私は賞味期限が切れてるから見せないけど、しそ梅。これハマってる、しゃぶしゃぶの時。だいちゃん、かわいいね。お手じゃないよ。可愛いねとか言われるとさ、褒めてもらってるの分かるからさ、すかさずお手するのおかしいよね。食べますか。食べましょう。いただきます。いただきます。あ、そう、うん、おいしい。おいしい。誕生日か。年齢は非公開ですか。あれ、もう言ってなかったっけ。あんま言ってないか。言ってるかも。アラサーですね。アラサーですよ、もう。ライもアラスリだよね、アラスリ。アラスリ？アラ3歳。ライパパの今年の目標は？ダイエット。だそうです。なんか前の日よね、年末年始の。今年だっけ、それ言ったの。毎年言ってる。毎年言ってるけど。全員ダイエットしようねって毎年言ってる。ライは痩せた ?0.1? 0.12 を痩せてるライ。またわかんないけどね、その 0.1 くらいじゃ。どうしよう、食べ方汚いとか言われたら。美味しけりゃいいんだよ、美味しけりゃ。その人と食べるわけじゃないからね。アンチいんのかな、こちらに。でも一回さ、ツイッターでさ、ライを迎えた記念みたいなのでさ、うん、載せたらさ、ライの写真、それについてさ、なんかいろいろ考えるんだけどさ、うん、保護犬を迎えてくださいっていう意見の人、うん、もう多いけどさ、うん、だけど半々くらいかなって思うの。いろんなので考えたんだけどさ、難しい話題だなって思ってて、やっぱ結局どこで迎えるかっていうよりもさ、そのさ、迎えた子を最後まで面倒見れるかみたいなさ。真後ろにさ、めっちゃリボンを押し向けちゃってるよ。うん、いい匂いするよね。おやつもくれないで、うん、はい、ハッピーバースデー。おー、食べてみて。すげえ、何これ。これ今上にイチゴとアイスを乗せたの。へえ。ちょっと食べてみて。いただきます。いただきます。そう、お、下になんか入ってる。うん、なんかわかる。プリン。うん、美味しい。でもね、うん、加熱しすぎて、うん、なんかあのボコボコになっちゃって。卵だからさ、だって酢が入るっていうの。卵焼きみたいになった。そうそうそう。それでなんかアイスとイチゴ乗せればごまかせるかなと思って。なんでかっていうとね、うん、近所のケーキ屋さんに行ったの、うん、そしたら私の前にね、人がいて、うん、それでまずパッてホールケーキの方見たらないわけ、ホールケーキが、うん、えと思って、私はもうホールケーキのつもりでいたの、うん、でそれでプリンを絶対買おうと思ってたの。パパがプリンが好きだから、うん、プリンを絶対買おうと思ってたの。そしたらプリンもないわけ。マジで、えと思って、でその小分けのさ、うん、なんていうの、こう 1個になってるやつ、カットしたケーキ、カットしたケーキを買おうと思ったんだけど、うん、その前に入ってた人たちがめっちゃ買ってて、どんどんなくなってっちゃって、それでじゃあもう自分で前からプリン作ってあげようかなと思ってたの。ほんと。それでじゃあもうこの機会だし、もうプリン自分で作れってことだと思って、
バケツプリン作りたいんだよね。プリンが好きだからと思ってドデカマグカッププリン作ったんだけど、さらにでかい夢があるじゃん。バケツプリンって作りたいと思ったことない、うん、だってプリンって1個で十分って感じだもん。美味しゅうございました。え、ちょっと抱っこさせてよ微妙な距離でさ。はい、では以上でパパのお誕生日会を終わりたいと思います。パパ、感想はどうでしたか？ありがとうございます。え、だけ？年を取りました。え、それだけ？美味しかったです。手作りプリン言わされてるかも、ま、さいということで終わりたいと思います。ありがとうございました。ライパパ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございました。ってことで、この動画がいいねって思った方は高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは、よいしょっと、バイバーイ。バイバーイ。